もじゃあ、2月の今日21日か、木曜日動画撮っていきたいと思います。今日木曜日で何本ぐらいかな。まあほとんどの今動画がなんだっけ、一応今 YouTube で上がってるやつはね、タイトルとかもうつけれてるんでね、まあすぐに上げれる状況ないんで、まあ今日1本か2本ぐらいはね、動画公開できるようにしておきたいかなと思います。ではね、ここ連日数日出てます。こちらトミックス98659から661のね、300系新幹線の方にね、今回はインネタ貼っていきたいと思います。前回の動画でね、まあ半分の8号車まで終わったので、今回はね9号車から、どんくらいかな、まあ多分 2,3 本にはね、なるかなと思いますんでね、まあとりあえず頑張っていきたいと思います。よいしょ。まあちなみにね、なんだっけな、確かあれなんだよな、どっかの号車だけまた業務用表示つけなきゃいけないんで、そこだけね、めんどくさいんで、業務用表示の記載があるのは11号車か。ってことは90と11までは一気にさばけそうですね。というわけで、一気にさばいていきたいと思います。まあ、例によって例のごとくね、いつもの通り、爪楊枝でね、貼っていきたいと思います。よいしょ。90と11と。ではね、貼っていきましょう。まずね、先にね、3台とも全部、車番から貼っていきます。あ、これ毛なんだ。なんかゴミかと思ったら、これあれか、配管の模様か。90。まあ、ちなみに9と10はね、あの、グリーン車なんで、そもそもあの、号車番号をつけるところ少ないんでね、結構早く終わるかなと思います。では、9号車からいきます。よいしょ。カメラの角度変えてと。ちなみに9号車に関しては、一番右の窓で大丈夫か。よいしょ。これか。まあ一応前回と同様ね、ここの部分にね、あのインネタの線合わせて、貼っていきたいと思います。もうちょっと左かな。オッケーだけど、ちょっと待って。ちょっとインネタがあれ飛んだかもしんないな。あー、ちょっと帯の方に入っちゃってますね。ちょっとこれだけ取りましょうかね。よいしょ。こんな感じで、ちょっとついちゃってたんで。まあ、帯のところでね、隠れたらまあ見えないんですけど、ちょっと気になる、浮いてたりするとね、結構気になるときはあるんで、まあ、とりあえず気をつけてね、つけていくかなと思います。そして続きまして、10号車と。10号車に関しては、これか。これもこの辺でいいのか。で、これが業務用表示の11号車か。11号車に関しては、ここでいいのか。
うん、大丈夫そうっすね。そしたら、これを全部固定させて。ほいと。まあ、一応こんな感じですね、3台とも。そしたら、9、10、11に関しては、10号車のみが喫煙車か。よいしょ。というわけで、これだけどけて。じゃあね、この2台に、禁煙車表示ね、ここ。2箇所ね、号車札の横、貼っていきたいと思います。あ、11号車に関しては車椅子マークが入ってるんだ。じゃあ、それに気をつけて貼らないといけねえのか。そうですね。まあでも大丈夫かな、多分。ね、11号車、11号車、11号車。そうですね。まあ大丈夫そうですね。では貼っていきましょう。はい。じゃあね、重症者の方はね、こっち側にもありますんで、ここも一箇所貼ります。したらね、あの反対側もね、終わってから、11号車のね、ここに、業務表示つけていきますんでね。先に反対側まとめて3台車番貼っちゃいます。でね、今回ね、ちょっとあの下からね、11号車からいきます。よいしょ。11号車これか。こんな感じでいいかな。あ、ちょっとやばいかも。あー、なんとか。あ、なんとか大丈夫そうですね。よかった。今、外そうとした時に浮いちゃったんで、ね、付け直したんですけど。よかった、とりあえずは。そして続きまして、9号車と。あ、失礼、10号車っすね。よいしょ。10号車だった。もうちょっと右でもいいかな。こんな感じかな。
で、9号車と。もうちょっと左でもいいわ。あ、やべ。中途半端に浮いちゃった。あ、これ使い物なんね。たまにこう、綺麗にね、くっつくときがあるんで、そういうときはね、これ厄介なんですよね。まあ、もうあとはね、あの、造形セットの方にもね、今回のインレター予備があるんで、まあ、なんとかあればね、そっちの方も3枚使えるんで、大丈夫だと思いますけど。うん、オッケーと。ん？オッケーじゃねえと。切れちゃった。ちょっと待って、なんとか切り取られるか。なんとかリカバリーできなかったと思うけど。しょうがねえ。造形セットの方使いましょうかね。セロハンテープ、セロハンテープ、セロハンテープ。いからセット、てかなんでこの、まあ、確か300系とか物によってあれなんですよね。造形セットにもインレターつくつかないってあるんですよね。なら200系とかにもつけてくれたらいいと思うんですよね、個人的に。よいしょ。とりあえずね、造形セットの予備インレターでちょっと対処してみましょうかね。おっきいと。大丈夫そうっすね。うん、まあまあ悪くはなさそうっすね、全体的に。うん、大丈夫です。そしたらね、9号車に先貼って、で、11号車に、あ、先11号車の方がいいか。したら9号車そのまましまえるんでね。それでまた、禁煙車表示貼っていきます。大丈夫ですね。
そしたらね、これで、9号車と10号車の方が完成です。ちょっと戻しまして。9号車ちなみにこんな感じです。ここね、2箇所だけなんで。車番と禁煙車。で、反対側も、車番と禁煙車。よいしょ。袋が取れん。そして、今回は多分3台で終わりそうかな。まあ、ちょっとこの後ね、ここガラスパーツ出さなきゃいけないんで、一旦3台で終わりにして、で、次の動画でね、4台やって、最後先頭車1両でいいかなと思いますね。で、続きまして15車がこちら。15車はね、禁煙車じゃないので、車番だけでございます。はい、こんな感じですね。はい、それではね、乗務用扉のやつ貼っていきます。まあ、またね、真ん中掴んで、外してあげて。ピンセット。待って、ボディ。そしたらね、これ、ここっすね。こっちの中にまだガラスがあるんで、これも外してあげるみたいっすね。外し方がでも、怖えな。これどうやって外すんだろう。それがちょっとわかんないっすね。本当はね、ボディにつけたまま貼りたいんですけど、ボディにつけた後ね、ドアの凹凸によってあれ、デコボコしちゃうんで。カッター、なくなったなってさ。くだらね。ちょっと。ここに、下にね、ここ、ちょっと見づらいかな。ちょっと光ね、こっちの方が明るいせいか。ここだとね、今、ここにガラスパーツがあるんで、ここちょっと引っ掛けてあげると、外れずに。反対側で言うと、ここちょっとここにあるんで、ここスッて持ち上げてあげると、ここ入りやすいんでね。そしたら、これ外してあげて、ここに乗務用紙あるみたいですね。もしかしたら、でかいガラスって外さなくてもよかったのかな。じゃあ、とりあえず、まあ、これにね、左右、業務用紙ね、貼っていきます。こっちのね、方が下になりますんでね、気をつけて貼っていきますが、これ貼りづらくね？これどうやって貼ったらいいんだ？よいしょ。ちょっとね、位置だけちょっと決めちゃうんで。すっげー貼りづらいな、これ。もしかしたら分解さない方が吉か。ここだけはちょっとテープ切りましょうかね。これちょっとガラスの影響上、あれなんで、ちょっとここの業務用紙2箇所だけはね、切っちゃいます。ほんとあんまり俺こういうの切るの好きじゃないんですけど。言いながら昔は切って貼ってたんですけどね。とりあえず、適線の大きさに切って。で、セロハンテープで、よいしょ。でね、まあ、ここまでしたらね、ちょっと見づらいかな。ここまでしたら、これをね、ガラスに当てて、いきましょうかね。まあ、セロハンテープでつけとけばね、セロハンテープでガラスに固定できるんでね。こんな感じで。こんな感じで固定できるんで、そしたらちょっと擦っちゃいましょうかね。ちょっとこれだけは画面外で擦っちゃいます。まあ一応貼り付け終わった感じがこんな感じですかね。ちょっと見づらいんで申し訳ないですけど。まさかこういう風になってると思う。多分前回の300件の時ってこうなってなかった気がするな。ちょっとピント合わないんでね。申し訳ないですけど。こんな感じかな。ちょっとね、反対側にもね、とりあえず同じように貼ってみます。とりあえず付け終わった反対側もこんな感じですかね。見づらくて申し訳ないですけど。これ多分前回どうやったっけな。でも300系なら俺が持ってる東海仕様の後期型じゃあね、あれプラグ出しようか。あれ多分300系あるんですけど、あれの時もしかしたら俺ボディのままつけたかもしんねえな。多分前回のでこんな風なガラスになってなかったはずなんで。まあなんかちょっと要注意ですね、ここだと。なんか一瞬ガラスのつけるところにから、あれと思ったら、これなんでね。まあとりあえずね、車体の方戻していきます。
怖いな、これ。パキって割りそうで怖いんですよね。あ、もうこんな感じか。で、ちょっとこんな感じですね。まあ、後でちょっとお見せしましょうかね。そしたら、とりあえずガラスも落としてと。あ、でも、やっぱり客室扉は、客室のこの窓ガラスは外さないと多分取れにくそうですね。ここなってるんで、形状、見えるかな？こう、形状がこうなってるんで、で、ここ、噛み合うようになってるっぽいんで。まあ、ちょっと、これつける際はね、ご注意ください。まあ、でもどうなんだろう。外さなくても良さそうっちゃ良さそうな気もしますけどね。まあ、そこはお好みでどうぞってところかな。これ OK か。そしたら。めんどくさいときはね、これ片っぽさえ外せば、はまるんでね、反対側も。こんな感じで。じゃあ、これあとはね、押し込んであげるだけなんで。ちょっと尺的にはね、長くなっちゃいましたが、これで11号車の完成です。まずね、ここの一番左のところ。これね、押す、引っ掛ける型のね、連結器のところに業務用表示貼って、で、優先、禁煙席貼って、禁煙と遮板でございます。反対側もね、こちら、禁煙と遮板。で、こちらに禁煙と業務用表示貼っております。こんな感じでね、大丈夫かなと思いますね。こちら、これでとりあえずね、残りの、9号車から16号車のね、3台終わりましたんで、次の動画でね、12号車から、残りの4台ね、15号車までさばきたいと思いますんで、そちらの方もぜひ見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。